通にセクハラだった。そんなセクハラみたいな感じだった。なんかまあ、女性が見ていい絵面じゃないよね。なんか一昔前の街角インタビューとかだったらみんな笑ってたんじゃないっていう感覚。今はこれやったら騒がれるよねって。笑えないよ。いや全然多分あったと思うけど、これぐらいの絡み仕込みなのに真に受けて騒ぎすぎだろう。いやまあどこまでが仕込みか分かんないけどね。なんか仕込みっぽいよね。すごいなんか爆発的に取り上げられてしっかり炎上しちゃってるよね。笑えなくてつまんなくて炎上しても盛り上がらないのに仕込みなの。炎上しても盛り上がる。いや盛り上がってるよ。すげえ大炎上してるもんこれ。毎回渋谷でインタビューやってるし、チカ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 、台本じゃん。お前が言いたいのは多分台本。そう、基本的に一般人に一般人に話しかけてインタビューを撮ってるけどもね、間に面白い山場になるところを仕込みの女性入れてるんじゃないかっていうところじゃない。多分みんなが言ってんのは炎上するのを予想できるのにわざとやってんの。どうなんだろうね。毎回炎上してるしわからないんじゃない。そうなの。なんか俺もそんなに詳しくないんだよね。なんでいちいちやらせって言わないとダメなんだよ。いやだからなんかやらせなのに騒ぎすぎとか言ってるけども、普通になんかやらせだとしてもそれをなんか一般人に対してやってるように見せてるんだからね、それで、その動画を見た人が不快に感じるかどうかで、不快に感じてる人が圧倒的に多いっていう状態になってるわけ。今は論点、仕込みか仕込みじゃないかとか全く関係ないからっていう。うん。逆に男のチンコのサイズバージョンだったら不快だろ。ごめん、全く不快じゃない。うん。逆に見たいね。チンチンのサイズを街角調査してる絵面はなんか正直見たいし、全然不快じゃないし、多分おそらくセクハラって言われないしね。うん。その動画は当たるかどうかはわかんないけど。誰が喜ぶんだそのインタビュー。まあ、女性に対してバストカップ数を聞くみたいな街角調査は、まあ言われてもしょうがないよね。そう、言われてもしょうがないよな。そこに関してはな、メジャーで測ったんだぞ。でしかもそのなんか切り抜きしか見てないんだけどさ、女の子が結構後ずさりしてっていうか後ろに引いて、いやダメですとか嫌ですみたいな感じの動作発言をしてるのね。だからノリノリで女の子はいいですよって測ってくださいみたいな感じにしてたらやっぱちょっと感覚変わるわけじゃん。で怯えてたみたいな表現をかなりされてるしね。可愛かったよ、あの子。あの子バカ可愛いね。確かに。あの可愛い子誰なの？そう。なんか結局、なんか、セクハラだとか言って炎上してるんだけども、その別の観点で、あんなに可愛い子いるかねつって、そこの可愛い女の子っていうところでピックアップされて、盛り上がってるっていうところもあんだよね。この件ね。バカ可愛くないつって。若い女の子とかも結構騒いでるの。この子可愛すぎないつって。で、男はもちろん普通に可愛いねって言ってるし。ね。インスタのフォロワーが爆上がりしてるんだ。ブスだったら荒れなかったって言ってる人いたな。男の彼氏のファッション。彼氏なのかどうかわかんないけど、なんか男の人とその可愛い女の子がいて、男の人邪魔だなっつって、その男の人を仲町 JP ってやつがちょっとこっち来てっつって一回剥がしたの。で剥がして女の子一人になってからカップ数を聞くみたいな感じの流れだったので、それでいやダメですっつって後ずさりしてるみたいな感じだったので、そのシーンだけ切り抜かれて、そのシーン切り抜かれて、いやこれさちょっとやりすぎじゃないみたいな感じ言われてんだよね。そうで、そのなんか仲町 JP ってやつにが男の人剥がしたのもそのジュキアの指示なの。企画者のジュキアがちょっと男邪魔だから剥がしてきてっつってちっちゃい声で言って、でなんか剥がすみたいな感じだよね。一連の流れはメジャーで測ろうとした。まあそのメジャーで測ろうとするっていうのもなんかすげえ演出っぽい感じはするけどね。ちゃんと見てる、知ってる。なんか切り抜きで短い動画だけど見て、他の女の子はノリノリでカップ数言ってた。ジュキアに関しては何度も燃えてるけど得したところ見たことない。いやでもその得したところ見たことないって言ってるけども、今も生き残っててチャンネル登録数上がってるんでしょ。いやだとしたら結局炎上商法だって見られてもおかしくないよね。なんだかんだこれが自分のチャンネルだけじゃなくて他のチャンネルが拡散リツイート回してる状態だから、チャンネル登録数減るんじゃなくて少なからず増えるんだろうな。そう、200万人で再生回数が上がれば上がるほど金になるんだから、結局なんかうまみすすってんじゃねっていう。で今さ、そのツイッターの拡散力もさ、そのなんかツイッターのさ中でそのなんかガレソとか、あと他のなんかそういうまとめ系のところで炎上ネタとかを取り扱うところがもうめぼしいのが決まってんのね。そう、そいつらに取り上げられたら注目度爆上がりなの。そこでなんか悪いこととかでもそういうなんかやっぱりダークヒーローみたいな感じで、いやそれが面白いってやつも一定数いるから、新規でこいつダメだって言ったやつはチャンネル登録しないからプラスマイナスゼロなのよ。でもそれワンチャンありじゃないってやつは
あのチャンネル登録するからマイナスがなくて結構プラスがあるんだよね。初めて知ったやつは二度と見ない、今日知ったけど二度と見ないはプラスマイナスゼロじゃん。だけども今日知った、でも案外それ面白くないってなったやつはプラスじゃん。だから元々の既存でチャンネル登録してるやつとかは、いや樹木くんってこんなもんだし、こういうやつだから、だから俺チャンネル登録してるんだよって人たちがほとんどだから減りがないのよ基本的に。でもこいつらの唯一のデメリットはこれこれとか、あとネット民の2チャンネルとかね、あ今5チャンネルとかか、あいつらが騒ぎ出して団結した時とかにチャンネル登録を解除祭りみたいのがあんの、あれ食らったら終わり、それ以外はデメリットほとんどないんだよ。で俺はなんか YouTube 全然知識ないけども思ってるいやバズったわーぐらいの感じなんだろうね。その祭りすごいの、やばいやばい、食らったやつとかみんな顔真っ青だよね。最近解除祭りないけど、だからそれでなんか唯一なんか過去にチャンネル登録解除祭りでそうもろに食らって、俺が知ってる中に生き残ってるの光るぐらいだもん。そうあいつはもうハート鋼だから生き残ってるけど、他のやつら食らってみんな潰れちゃったじゃんあの後。そうバリュー事件とかってピンキーとかもそうだし、ピンキーまた復活するとか言ってたけど、あと禁断ボーイズとかももう潰れちゃったじゃん。そこからもう下降じゃん、右肩下がりっていう。光るはそこでぐっとこらえて耐えしのいで、それでまたプラスに持ってったから、あいつはマジメンタル強すぎる。そうだからチャンネル登録解除祭りっていうお祭りが始まんない限り、まあプラスなんじゃないって思っちゃう。まあ詳しいな、いや大したことないですよ。そうだから5チャンネルの団結のノリと、あとやっぱりこれこれとかの生放送のああいう炎上ネタを取り扱う系を敵に回した時っていうのが一番 YouTuber は苦しいし危ないんだよ。それ以外は炎上商法がもう割かし通用しちゃうんだよね、100万人登録とか言ってると俺は個人的に思うよ。